はい、皆さんこんばんは。みつるのすいません、噛みました。みつるの日常です。本日は、何の日でしょうか。背中の日ですということで、これからちょっと、背中のトレーニングを、まあ、ダイヤジムでやっていくんですけど、先日、まあ、腰をちょっと痛めてしまいまして、4日ぐらいトレーニングを休みして、で、まあ、昨日ぐらいからまた再開してます。で、昨日ちょっと胸トレやって、まあ、あんまりね、あのプレス系でちょっと腰使うぐらいなんで、今日はどうってことないんですけど、背中なので今日もしかしたら一応デッドリフトとかをやっていこうかなと思ってて、あの多分一番直近で出した背中のトレーニングとか、あの腰痛めましたみたいな感じの多分タイトルの動画があったと思うんですけど、その後にやった背中のトレーニングの動画ではデッドリフトをちょっとやってなかったんですけど、まあおそらくあの怪我の原因がやっぱり、まあ、背面の筋肉の硬さと足の、あとは、まあ、デッドリフトのフォームもすごい悪いってことで、ちょっとその辺も今日は、触りながら本当修正するっていう感覚でちょっとやっていければなと思いますので、はい、今日は背中オンリーなんですけど、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということで、ここからは、まあ、いつも通りナレーション付きでトレーニングをちょっと見ていきます。この日はですね、背中のトレーニング、腰ちょっと痛めまして、復帰後初の背中トレだったんですけど、一応ね、このデッドリフト、まあ、姿勢から、まあ、バーベルの引き方だったりとかフォーム含めて、しっかり自分の中で確認しながら、この日は60キロを持って、まあ、感覚をしっかり養う、正しいフォームでやるっていうところでトレーニングしてきました。まあ、自分が思っていた以上にやっぱり腰のあたりがすごい、曲がっちゃってた、あのすごいカーブを描いているような軌道になっちゃってたので、まあ、そこをしっかり修正するっていうのと、あとはよく言われるファーストプルっていうんですかね、まあ、そこをしっかり意識して、まあ、あのジムの会員さんにあのちょっと先日教わったので、それを意識しながら、ちょっと今回はやってみました。まあ、重量持とうと思えば、まあ、もっと持ってるんですけど、やっぱり今はとにかく重腰をねまた悪化させないように、正しい動き、正しい体の使い方っていうのをまた再度、体に叩き込んで、徐々に、少しずつね重さを上げていければ、まあ自分はいいかなと思ってます。今年ねやっぱりコンテストもまた出なきゃいけない、まあ、出なきゃいけないというか、やっぱり1年に1回自分の中で必ず出るって決めてるので、そこに向けてしっかり無理のないように調整をしていきたいので、まあ、このフォームっていうのはすごい確認しっかり大事にしないといけないなと思っております。まあ、これベントオーバーなんですけど、70キロかな、いつもね80、90ぐらいで引けるんですけど、まあ、ちょっと本当にこのベントオーバーってかなり腰椎に負担かかる種目ではあるので、どうしても気をつけてても、やっぱり腰椎がこう軸となって体を動かしていくようなフォームになってるので、そこをちょっとね今回は重さ少し下げてちょっと気をつけながら、やった感じになります。ね、まあ、背中の種目自体は結構ボリューム多めだったのかな。この日は確か7種目、これ今4種目目なんですけど、合計で7種目ぐらいやってますね。ただその腰に負担がかからないようにしっかり体幹使って、なるべく腰で引かないようにしっかり広背筋、まあ、背中しっかり固めた状態で背中でしっかり、重さを受け止めて引いてっていうところ、その2つをしっかりできるような意識で、今日は全ての種目をやりました。なので全ての種目に対して、今までこう常に扱っていたような重量ではなくて、ちょっと落としてね、トレーニングをしていきました。まあ根本にあるのがやっぱボディメイクっていうところにはなるので、重量をね伸ばしていくのもすごい大事なんですけど、やっぱりこう自分の関節がこう持てるというか、関節がしっかり重さを持てる以上の強度をこう負荷をね やりすぎちゃうと、やっぱり筋肉をこう成長させるっていう以前に、やっぱり体がどかしら怪我しちゃったりしてうまくできないっていうところがあるので、まあ自分はねこう再三すごい皆さんにもそうやって怪我をしないようにしましょうねっていうふうには、まあなんか YouTube でも結構言ってるんですけど、まあ、そんな言ってる本人がね怪我をしてしまうっていうのは非常に良くないことだと思うので、
そこはねちょっと気をつけてやっていきたいと思います。はい、まあトレーニングのこの動画に関してもそうなんですけど、自分は今のところそんなにトレーニング動画っていうところでこう具体的にちょっと解説ができてない部分がちょっとありまして、まあ撮影する時間もやっぱかかるし、手間もかかるので、ちょっと今まであんまりそこをしっかりできなかったんですけど、今後はねちょっと種目ごとにしっかり部位ごと種目ごとにしっかり、分けて一つの種目をしっかりこう細かく紹介していくっていうシリーズの動画もできたら作っていきたいなと思ってます。本当に初心者に向けて自分ももう6年以上トレーニングしてるんですけど、やっぱすごいね皆さん悩まれる方多いと思うんですよ。筋トレしていく中でなかなか成長しないとかわからないっていう方、まあ今だとねやっぱこう24時間のオープンジムが流行ってるんですけど、やっぱりその24時間のオープンジムっていうのはスタッフの手厚いサポートがまあジムによると思うんですけど、やっぱりそこまでないっていうところが今のこの状態だと思うので、まあ、ガイアジムに関してはその辺はねこう初心者サポートっていうところでしっかりトレーニングのフォームだったり、まあ、自分たちは普通にお客さんに対してしっかりもうほぼパーソナルトレーニングみたいなイメージで考えてもらえると分かりやすいんですけど、しっかりとお客さんに合った種目選びとかっていうところで、まあ、いつお客さんが来ても大丈夫なようにね自分でしっかりトレーニングできるようにいつもメニュー組ませてもらってますし、まあ、それをねあと続けるか続けないかっていうのはやっぱ個人のモチベーションにもよってくると思うので、まあ、そこのモチベーションも下げないように、まあ、自分たちの方でしっかりコミュニケーション取ってサポートするっていうのはまあそこまではしっかりやってるんですけどね。ただそういったところをなかなかできないやっぱジムとかもあると思うので、まあ、そういう人たちのために、まあ、自分のこう動画を通してなんかそういうところもトレーニングのやり方自体含めてねこう伝えていければなんかいいかなと今ちょっとなんとなくそう思ってるので、まあそれが現実的にこう形にできるかっていうのは、まあ、すぐには無理だと思うんですけど、なるべくこうまあ一応自分のチャンネルもね500人超えるお客様というか、すいませんちょっと仕事の癖が出ちゃったんですけど、500人超えるね視聴者の方々がいますので、まあ、そういった方お一人でもジムでフィットネス楽しくフィットネスを続けられるようにちょっと自分がそういう立役者にねなっていければいいのかなと最近思ったりしてるので、ちょっと皆さんすぐにはできるかわからないんですけど、いろいろとこうシリーズ化できたらなと思ってますので、少しずつはいそこも向けて準備していきますので、ダイエットだったりね減量食事の取り方、あとは細かいトレーニングの方法もちょっと皆さん期待しててください。ということで、今日はこれで終わりになります。皆さんまたお会いしましょう。